始まりました。有安ありの色コンラジオ、本日は2020年12月31日おみそかと言ってすぐアップしちゃいたいなと思います。よろしくお願いします。実はなんでこれしようかなと思ったのかと言いますと、2つ理由があります。1つは去年2019年に振り返りの動画を撮ってるんですね。で、2020年を予想してみようっていう動画も撮ってるんですよね、まいちゃんと。このままでは今朝アップした手帳レビュー動画で終わってしまう。なんかキリが悪いなと思ったんでアップしたいなと思います。2020年の振り返りを簡単にしていきますね。まず、皆さん2020年有安ありと直接会った方も、 SNS を通して応援してくださった方も、本当様々な形でね、有安と過ごしてくださった皆さん、本当にありがとうございます。来年はもっともっと映像と発言力に力を入れて頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。有安ありの今年の漢字発表します。デリ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 ンティン、増えるっていう字です。ガーンって感じですよね体重もめっちゃ増えてしまったし、人とのつながりも増えたし、まあ、新しい仕事も増えましたんで、まあこのいい意味と、そしてめっちゃ悪い意味を込めて増量の増っていう字にしました。来年はね、あの美容とかを意識して、美しいとかね、美っていう字とか言えてますように本当に思います。今年はあのインの撮影をしたり、2月に色コンスタジオ引っ越しをしました。あとはあの両家さんとあのコラボのね、あの個展をやったりですね、姫路ギャラリーランズエンドさんで、あとはあのコーヒーショップレガートで初めてのライブ配信イベントをさせてもらったりとか、色コンラジオにはゲストに出演していただいたりとか、本当に楽しい1年でした。まあ大きく言うと、神様私の鉄道を守って、ミキの交流伝説、小西勲監督のね作品、2019年撮影してきた作品、2020年5月予定だったけどちょっと延期して、それでも今年9月2020年9月に上映ができました。本当に、まあ、クラスターとかならなくて本当に良かったです。ありがとうございます。まあきっちり感染対策をしてくださった皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。その時に言われたのが、有安活動って仕事なの、プライベートなのって聞かれたんですよ。まあ、確かに有安活動としてもお仕事としていただけるようになったこともあって、まあ区別つかんって思われがちなんですけど、有安ありという名前で活動できるものは私は全て有安活動と呼んでいます。 SNS に載せているものはもうほとんど有安名義です。写真だけはね、まあ、たまにこう仕事の合間にアップしているものとか、あとプライベートのものとかもあります。まあ、そんな感じでちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、これからも映像の仕事、そして有安活動も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。色コンラジオ、来年のねイベント一発目は多分今のところ空気店です。令和3年3月3日、4日、5日、神戸市長田区双葉学舎で、郡実さん、先ほどのあの造花の造っていう字を書いてくれた郡実さん、そして、鹿島学さんと3人でやる空気展が、多分来年一発目のイベントになるんじゃないかなと思います。終日借りております。元小学校の教室でやりますので、まあ、良ければ、まあ、来れる方は状況見ながら、てくださればいいかなと思っています。あとは新作も予定してますので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。で、 YouTube チャンネル登録者数、この1年間で100人増加しました。イエイ、100人増加。多分2011年にこの動画を解説して放置気味だったYouTube を去年からすごく動かし続け、今年はこれを入れて多分34本目という少なくなったんですけども、100人増加しました。めちゃくちゃ嬉しいです。来年はもっともっとアップしたいと思います。みんなにもっとアップしろよって言われたんで頑張ります。はい、仕事も映像の仕事も、はい、頑張りますので、
よろしくお願いします。では残り少ない2020年をお楽しみください。良いお年を。ありがとうございました。